西成金ちゃんのわっしょい TV。 はい、西成金ちゃんです。なんか明石駅前の交差点に屋台のラーメンで、まさかのホットドッグあるって聞いてで来ました。はい、うまいんか。ホットドッグにラーメンやで。あ、分からへんす。分からへんな。とりあえず行こう行こう行こう。はい、美味しそう。絶対 まずいわけがないから。うまいから。結構な、ね、お好みのお花さんってあるんですよ。そこのマスターから聞いて、あそこはおわしガキの頃からうどんねん。そう、もう46年、今年7年目って、お前すごいね。47年続くって、やっぱり47年ここでやってるってことは、まずい、まずいとわけが絶対ないから美味しいし。私噂聞いてたんですよ、桜井さんって言って。結構みんな知っとうかな。はい、正味な、正味やっぱりみんなうまいよ聞いてたし、いつも言ってるそのお好みお花さんのマスターから聞いてここ紹介しようと。明石やっぱり飲みとくよ、どっかラーメン屋ないから。ええ、ああ、そうなんですか。いや、でもほんまに結構有名ですもんね、お父さんとこ。チャーシュー麺でいきますか。はい、せっかくなチャーシュー麺2つで。はい、マジでうまそう。もうええ匂い、もうほんまにええ匂い。シャー、やばいです。カレー味のキャベツでどうのこうのって聞いてて。そうそうそう、あの、このな、スープと合うねんな。はい、こっちのところのスープ。はい、すごいよな、楽しみやな。わしゃい。お、楽しみやわ、ほんまに。昔の味やからね。昔の味が一番美味しいんですよ。あの、僕もラーメンやっててね、昔。ああ、そうか。あの、変にこだわってるよりかは。テレビ出てました。テレビ出てます。僕は出てます。出てね。あ、はい。僕は鶏ガラだけやったんですよ。ああ、そう。はい。でも、シンブルが一番うまいですよ。テレビで見たで。ありがとうございます。はい。あの、今、うどんやってて、無料でね、ほんまにお金に困った人だけに、無料で食べさせてるとか、そういうのやってます。なんか、そんなのが多いから。はい、MBS とかも出てますし。はい。はい、はい、美味しそう。なかなか出てる。いえいえ。困ってる時はね、お互い差なんで。さあ、もう楽しみ、めっちゃうまそうや。おい、ボケ。おい、うまそうやぞ、うまそうやぞ、おい。もううまそうやもん。もう見たらわかる。はい、おだす。ホットドッグ出すから、はいはい、これまずいだけ絶対ないから、ほんまにうまいから。勝手にしたここです。あ、ほんまに昔のあの味や。俺ほんまクソガキの時食べた味や。やだやで、回ってきた。それで結構遠いとこから来てくれる。いや、うまい、うまい。お前食わん方がええんちゃう。俺2杯食うわ。いけます。いやいや、全然食える。俺3杯食えると食えるわ、これ。わしゃい。はい、すまん。おいくらですか。2800円。はい、もうこれでお取り出して結構です。いやいやいや、ほんまにもうこれだけ。大丈夫、ちょっと遠慮なく、せっかくそこ座って食べよう。お前、おっさん食うなよ、お前。ありがとうございます。すまん。まずこれ、ホットドッグを口に入れてから、ラーメンを。めちゃくちゃええ匂い。これ、あかんやつやで、これ。ほんまに。早速行こう。いただきます。ラジオな。うまいですか。めちゃくちゃうまいよな。めっちゃいい匂いしますもんね。そうです。
うまい。ねえ、これ今口入れてんか。はい。なんかな。カレーあるやん、はい、カレーの香辛料とスープがな、微妙にうまいことマッチしてるこれ。やばい。うまい。え、見てます。ありがとうございます。誰？はい、ありがとう。リスナーさん入れました。うまい。これはまずい。最高。うまい。まずいけどうまい。いやいや、めちゃめちゃうまいから。これはうまいな。ほんまにやばい。あ、ありがとう。頑張ってください。はい、頑張ります。ありがとうございます。いただきます。お前絶対食うたらあかんで、これ。次見てやん、次見てやん、はい、俺が2杯と2本食うから。今ホットドッグ口に入れてスープ、お父さんが飲め言うてんか。そうっすね。カレーの香辛料あるやん、あれがスープにマッチしてるもんね。うん、やばい。お前食ったらあかんわ。おいしい、早くわ。うまい。大きい声出していいですか。ええ、うまい。やばい、ほらうまい。ほんまにうまい。あのな、うまいラーメンなんて、はい、あったことあると思う。九州に行けば豚骨でもな、関西はこの屋台の独特な中華そば、要は中華そばやねんな。うん、そうで、特に酒飲んだ後めちゃうじゃん、うねん。ほんまにうまそう。うまいよ。こっち黙々と食べてるけど、お父さん黙々とキャベツ入れてる。お父さんやろ。そうやろ、最高や。うん、いや僕は食べます。次見たら、次見たらんでね、まだこのラーメン食べれるのは10年早いと思う。10年後また来ます。おしゃい。お釣り餌センターがこのお父ちゃんの息子さんが行ってる。へえ、やばい、うん、なあ、すごいすごい。うまい、やばい、めっちゃうまいわ。ありがとう。うまかった。お父さん、ほんまに懐かしい、めっちゃうまかった。俺、いろんなとこいっぱい食ってるけど、やっぱりラーメンの原点ってやっぱりあれやね、やっぱり屋台やね、うん、もうやっぱりあっさり、あっさりどんだけシンプルにやっぱり美味しく作れるかっていうな。やっぱ俺ももともとラーメンやってた、中華そばやってたから一番よくわかる。大先輩はもう美味しかった。僕は今日えらいすいませんでした、急に押しかけて。あるわしょ、はい、おざしょ、はい、それはあるわす、よし。最後までご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくね。概要欄も見てな、絶対やで。おしゃい。お茶一人で撮んの？いや、だけお茶一緒に撮らへんの？そう、行きますか。お茶、やってもらおう。僕撮りましょうか。ああ、今いた。カール、保存しました。はい。お父さん、ちょっと。やめとけ、お前。はい。
取れた。はい、取れた。おさん、よかった。おやさん、よかった。おやさん、最高。ファーストシュート、はい、取りたいけど、どれか、どこですか、おやさん、言うてくれたら。ごめん。これ、上だな。どこしたね。真ん中。真ん中やった。はい、真ん中が今、押しても。え、どう、こう行こうか。はい。真ん中で。顔、使ってない。はい。はい、チーズ。OK。OK、押さなかった。OK、押さなかった。いや、それでも保存しました。行きました。はい、小林さん。揚げたのうまいで。最高だべ。食べた。これでな、あの、はい、息子にあの、はい、スマホで、はい、あの、あれ、スマホ。よかった。映り悪い、映り悪い、悪い、悪い、見えにくいから、でもまあ全然多分わかる。お孫さん。なかなかね、僕らも。電気がこれね、多分。はい、わかりました。怖い顔してるけど優しいかな。な。俺と一緒じゃん。怖い顔してるけど優しい。出てきてくれたんです。出てきてくれた。お父さん、撮れましたか。はいよ。撮ってくれる、これで。はい。今カメラになってる。どない。はい、映ってる。あ、で、電球、あ、それいけますね。はい、チーズ。どう、いけた。もう一回いきますよ。もう一回いく。はい、チーズ。